というわけで、本日もポケモン対戦実況の方をやっていこうと思います。まあ、僕にしては珍しくね、ため撮りという行為を行ってるわけなんですが、まあ、そもそもため撮りをするぐらいならば、休めばいいのでは、という声も、まあ、上がってくることかとは思いますが、まあ、あれなんでね、人間って呼吸をしなければ、まあ、当たり前のように死んでいくじゃないですか。で、僕もポケモン対戦実況を上げなければ、呼吸をしないことと同義で死ぬんですよね。生きるために必要な行為というか、とりあえずボルトロスか、ロトムで。やめられないんですよ。こっちから命削ってないわ、ポケモンやってんだから。はい。うわ、最悪なんだけど。ここのボルトチェンジのマジで最悪。何が最悪かって、ここでガルーラ、最速ガルーラ出されたらさ、崩壊するんだけどね。ここで、ガルーラ出てきた時点で、こっちもう受けれなくて、崩壊するんだけど。ガブか、オッケー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 。これラストゲンガーだな。ガブか。だったら、いや、ここで研磨はないと思うからな。一旦グライオンに下げるか。え、研磨してくるか。激輪とかにしといてほしいな。ストンエッジ。エッジガブは、ハチマキかスカーフだから、とりあえずこうして、で、ここは相手絶対交代してくるシーンなんですよね。トンボやな。突っ張ってこないだろ。突っ張るメリットがなさすぎるもん、ストーンエッジで。こだわってるだろうし、結局、椅子だったとしても、ルカリを出された時の、ディサードがやばいから、まあ、絶対ボルトロスとかに交代してくるはず。まあ、もしくはゲンガ。ボルトロス、オアゲンガ。何を考えてんだ、こいつ。で、これさ、エッジじゃないですか。で、トンボ打つ。で、もしさ、このガブリアスがこだわってなかったら、相手マジで詐欺師だぞ。ね、これ、これ相手のガブリアス、これでこだわってなくて、ルカリオに自信打ってきたら、相手マジで詐欺師になれるぞ。完全に騙されてるからね、こっち。マジで。ここは、冷凍パンチ打ちます。冷凍パンチいいですよね。ですよね、ですよね。危ねえ、ビビる、マジでビビる。マジでビビるんですけど、ゲンガー。ゲンガーだったら、バレットパンチ打てばよかったな。でここ、アイアンテール打つべきやったか、強気に。こっからの、展開予想を考えよう。バレットでいけるか、これ。いや、バレットでいけるだろ。レガシッケンガーじゃないんかーい。ボルトース。これはもう勝ったと思うけどな。相手だって、無理でしょ、これ相手。勝ち目ないと思うんだけど。まあ、ここはボルトチェンジされてもいいよ。別に、交代読みで。全然いいよ。好きにしろよ。で、これ、ガブリアスが出てきて、グライオン出すじゃないですか。で、結局、激輪で、グライオン死んだとしても、そこからルカリを出して、冷凍パンチ打って、ラスト一目対ボルトロスになって僕の勝ちだから。どうあがいても、サイクルで勝てないけど、この時点で。相手多分どっかで絶対素直に行動してくるはずなんですよね。そう、最終的にどっかで。うん。こういう感じでね。どっかで相手の方が痺れし、先に切らすのはもう確定してたことだから。そんなに我慢できる人間いないからね。最後の最後まで。メザパで。対戦ありがとうございました。アメパ。アメパね。対戦お願いします。だって、雨は、で、その受け取ら、来るでしょ？なんだろう、あと一体。雨無理なんだけど、体験が。クチート。アメパじゃない説あるな、普通に。あ、クチートは、全然ゲンガーで11取るつもりだったね。いや、大丈夫か、これ。ゲンガーとクチートで11取ったとして、裏にジャロードがいた場合、詰むという可能性はないか？身代わりで。
こうなんか鬼火警戒とかでニョロトノに交代してくれたら僕はめちゃくちゃハッピーな気持ちになれますよ。ね、めちゃくちゃハッピーな気持ちになれますね。はい。アメターン、対アメパに関しては僕、アメターンをね、数えていかないといけないので、これ完全に多分脱出とので、鬼火とか読んだ形でしょ。残念ながら、身代わりでーす。とりあえずアドを取って、でこれ確実に脱出ニョロトノなんで、ここヘドロバックなんでまず脱出させます。ゲンガーも大事にしなきゃいけないんですよね。クチーとレイプするために、クチーとレイプするためにゲンガーも大切にしなきゃいけない。半分入んないかな。確認、うわ確認取れてないのだる。脱出していく。まあ、キングドラでしょ。あ、クチーと出すんだ。へー、あ、でも多分勝ったと思うけどな。多分身代わりがなんかうまく刺さったな。ここは別に下手なこと考えずにシャドーボールで。あ、痛めだ、シャドー！ちょ、待って、これ半分入らないのはしんどい。半分入ったらもう卓でもなんでもなく、速攻でクチーと殺しに行けたのにな。まあ別に。まあでも一回研磨にされたら別にそれはそれでいいし、まあ、とりあえず道連れね。叩き落とせ。漆黒の闇の中に消えろ、ヘブンズゲート。とりあえずクチーとレイプ完了。ここら辺で雨切れんじゃないの。雨切れないな、多分次で雨切れるから。どうしようかな、まあ、マリロリからでいいか。多分ニョロトノわざわざ連れてきてるってことはラスト絶対キングドラだから、よし、これ勝ったでしょ。じゃあれ、ハイドロポンプ。まあ、ハイドロポンプはね、2発は耐えなくても1発は確実ね。まあまあパワーあるな。当てろよ。オッケー、これで勝ち。あとは腐ったニョロトノだけ。耐性ありがとうございました。ティラミスさん、対戦よろしくお願いします。まあ、絶対多分初手もオッシュロトムから来るくない？ 10 中8球オッシュロトムから来る。まあ、ゲンガーで、対戦よろしくお願いします。まあ、オッシュロトムじゃないの？全然違えじゃないか。誰だよ、オッシュロトムつったやつ。全然違うポケモンから来たんだけど、いけてるこれ。気合いボールがだるいな。まあ、でもね、これ特に引く理由もないしな。突っ張ろ。相手からすればあんまり技構成次第では美味しくない相手じゃないのって言おうかとしたんですけど、まあ、普通にね、何のためらいもなくね、突っ込んできましたね。何のためらいもなく。で、これ弾じゃないし、メガネのパワーでもないから、まあ、出す気かな。いや、次のさぁ、外せ！イエーイ！よし、避けろって言うんではなくて、外せってね、言ってね。自分の幸せを願うのでなく、相手の不幸を願う。そういう考え方もあると思うんですよ、ロトム。こっからブラッキー一撃で落とされたら、まあ、とりあえず独特でいいや。トリックにも何にも対応できる。とりあえずここからブラッキー一発で落とされたら確実にメガネ持ちだから、どうしようかな。ハイドロポンプ、死んだらメガネ。メガネ。メガネかよ。いや、これロトムから入ってロト、相手のロトム削ってルカリオでラスト締めに行くか、それともルカリオでロトム削ってラストロトムで締めに行くかだけど、いや、てかルカリオでインファで落とせるんじゃねえの、信じろよ僕の相棒を。気合い入れろよ、ここ大事だから気合い入れてくれまして。はぁー、くたばれー、避けろ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 、かわせ、くそ。ちょっと相手のラスト次第なんだけど、
いやまずい。いやガルーダかな。ライトさん対戦よろしくお願いします。この人はまずマリルリ出しに行く。ちょっとね、バシャーンをいるときはマリルリ投げたいんですけど、マリルリの出しにくさが、いやでも ルカリを出すならマリルリ出せるか。ルカリをブラッキーマリルリ的な感じにするとマリルリも、いやないな、ゲンガー、いやバシャーもしんどいな。対戦お願いします。ジャローナジバコイル、ボーマンナに対しても別にマリルリ強いわけじゃないし、マジでマリルリが出しにくい。ゲンガーバシャーも最悪ですね。あの考え得る限り、あのまずとりあえず最悪の対面をすると、まあ、ここはでもヘドロ爆弾打ちます。メガバシャーモじゃないことを祈る、まず。初手バシャーモでしょ。このパーティーだったらタスキとかありえそう。全然メガバシャーモじゃねえかよ。やべえぞこれ。守るから入られたらマジでやばいですね。ちょっとどけてビリ叩き落とす。叩き落とすだったら、まあまだマシか。耐えるでしょ。叩き落とすだったらまだ救われた感がある。叩き落とすかな。もう一発こうブラッキー出します。フレアドライブ打ってくんない。ねえフレアドライブキボンヌ叩き落とすずるい。で問題はここですよね。僕タクだと思うんですよ。ここ相手がまあ、その、飛び膝じゃなかったら意味ないんですけど、相手が飛び膝蹴りだった場合、もうゲンガー見せてる。いや、もう速攻ゲンガーに戻すよ、僕。相手考えてんな、これ。タク。膝打つか、フレドラ打つか。フレドラ打ったら、まあ、バシャーモが自害で死ぬ。ただ、膝打った場合に、ゲンガーに下げられてもバシャーモが死ぬという。ちょお願い膝打って、自殺しろ、ね、自殺してよお願い。よっしゃー自殺自殺させた。でこれの状態でゲンガーをフィールドに残せたという事実は非常にね大きい。でここは道連れで、漆黒の闇の中に消えろ、ヘブンズゲート。一緒に死のう。もう勝ったでしょ。これは勝ったと思うんだけどな。とりあえず馬車取り除いて、ジバコイル殺して、ボーマンダムいない。だったらヒートロトムで絶対詰めれるから。じゃあローダ、オッケー。これは勝ちましたね。豪華メッキャク！グレンの渦の中に消えろ。よし。対戦ありがとうございました。とりあえず今日はこの辺で終わっとこうと思います。